はい代表の伊藤でございます本日はお忙しいところを集まりいただきましてありがとうございます早速でございますが四半期のですね決算説明資料ということでございましてまずはですね事業概要をままあ、何度かお聞きになられた方もいらっしゃると思いますがあえてもう一度ですね事業概要からご説明させていただきたいと思います こちらのです、ね、事業コンセプトでございますが、まずですね、昨今、金融庁の方でもでも、ね、まあ、一つの指針であります,です、ね、ライフプランという言葉が出ております。弊社はです、ね、大きな特徴といたしましては、このもともとです、ね、このライフプランを土台にです、ね、顧客の潜在的な金融ニーズを掘り起こし、あらゆる年代、ライフステージに応じ、金融ソリューションをワンストップで提供していると。 いうことでございますこちらの表にございます通りですねいろんな段階でですねご相談をいただいておりますでこの時にですね一番私どもが大事にしているのはこのライフプランの中でただただお金を増やすとかそういうことではなくてやはりお客様のライフプランに応じてまず目標設定それから目的 これをはっきりと、課,課,課題もそうなんですけれども、はっきりした上でで、すね我々がこのお客様にとっては、どの金融商品の組み合わせがいいんだろう例えば保険会社で言いますと、保険商品しか提案できません。証券会社さんで言いますと、基本的にはまあまあ投資、株という形、不動産業界ですと不動産ということになりますが、弊社はすべてそういったも認可を取っている会社でございますので、例えば A さんは投資信託と生命保険の組み合わせであったり、 B さんであれば、例えば不動産の収益を考えた方がいい、相続対策を含めて不動産収益を考えて、プラス生命保険だとか、こういった形で,です、ね、お客様にとってです、ね、どの組み合わせがいいんだろうということをです、ね、ライフプランをもとにしっかりと提案していくということでございます。この投資につきましても、投資するお金がなかなか捻出できない場合におきましても、弊社の場合は例えば住宅ローンの削減、月々15万円の住宅ローンの支出が。 あるです、ね、住宅ローンに切り替えることによって、例えば10万円になれば5万円、残り20年間の支払いが残っていた場合、5万円かける12かける20年、まあ、約1200万,万円浮くわけでございます。まあ、そういった意味で,です、ね、あらゆる角度からあいろんな金融商品を、お客様にあったものをです、ね、組み合わせで提供するとともに、そういった資金もです、ね、認識する、そういったことをです、ね、一つの特徴として、私どもをやらせていただいております。 続きまして、このポジショニングでございます。左の表を見ていただきたいと思いますが、この四角の枠でございますが、300万円以上世帯年収、そこから2000万円未満という枠で一応、囲われておりますが、昨今です、ね、アメックスのプラチナ会員の相談も受けるようになりまして、これ以上の層、ある意味、富裕層的なお客様も増えている状況でございますが、 まあ我々といたしましては、やはりこの枠の方々、一番この方々たちがです、ね、今後、私どもが守っていかなきゃいけない、まあ、そうだと思っております。 人生100年時代と言われている中で,です、ね、やはりこちらの方たちに対して、われわれと接することによって、金融リテラシーが上がる、それからこの層はです、ね、情報が非常にやはり少ないので、われわれとです、ね、コンサル、それからいろんなです、ね、教育を受けることによってです、ね、この人たちを守っていくべきではないかということでございます。そして、右の表でございますが、まあ、何が違うかということでございますが。 まあ例えば保険ショップとかで,す、ね、であればまあ基本的には保険の提案しかできないということでございますし下,に来ます下のです、ね、保険会社外交員チャルでいうとです、ねまあ、訪問型でありますし、まあ、ある意味、歩合制であると。これは来店ショップも、まあ ある意味、不愛性が強いということでございますが、弊社はですべ、ね、てが給与制で新卒が8割ということでございまして、しかも先ほど申し上げたとおり、あらゆる企業商品の中のバランスを取ってです、ね、何がいいんだろうということがです、ね、中立的に提案できるというところが特徴になっているというふうに思います。続きまして、モデルでございますが。 左の方をご覧いただきたいと思いますけれども、弊社はです、ね、まずです、ね、こ提携ビジネスということをです、ねまああのまあ、日本で最初にやったこの会社でございます。組織的なマーティケティングによりです、ね、若手のコンサルタントもです、ね、コンサルティングにです、ね、集中して行えるという環境を整備しております。 ほとんどのです、ね、今業界で言いますと、部合性が強い業界でございます。はい、そんな中でです、ね、私もソニー生命のときに、記事8名同期いましたが、3年から5年で3名から5名になると、非常に離職率が高い業種でございますが、これは何かというと、見込み客が作れなくなって、ほとんどの方が辞めているというパターンが多いです。 私はそこの部分を解決したい、お客様をきちっと守っていくために組織で守っていきたい、そういうことがです、ね、今後のやっぱりこの業界のです、ね、社会的地位も含めまして、上がっていくだろうというふうに思っております。そんな中でです、ね、でこういった提携ビジネスをすることによって、会社がです、ね、きちっと見込み客をきっちり発掘する、そして弊社の8割がまあ新卒でございますが、そういった人間がです、ね、新しくです、ね、見込み企開拓。 約、ね、普通、部外の方ですと9割そこに力を注いで残り10%必死にです、ね、なんとか契約を取ろうというところからもう本当にです、ね、コンサルタントコンサルティングのみにです、ね、集中する環境を作っているというところが特徴でございます。 続きまして、これも他社と違う部分の大きな特徴でございます。この教育システムでございます。まずですね、商品知識につきましてはですね、まあ、保険証券、住宅ローン、当然ですけども不動産も含めたまあ、税務的な部分も含めた知識、それからプランニングの知識につきましてもですね、まあ、ライフプラン、資産形成の考え方、で特に注目したいのは弊社。えー 新卒におきましては徹底的に社会保障制度を、ここを教育しております。昨今の金融、ね、商品につきましても、特に生命保険につきましても、社会保障制度をしっかりと理解し、しっかりとそれをです、ね、お客様に説明すると。 いうところがですね、義務付けられてくるということでございますので、この辺の部分はですね、2011年から新卒制度を私ども導入しておりますが、ここは本当にですね、えー、しっかりとです、ね、教育しする仕組みがもうすでに出来上がっているということでございます。それが右のマインドでございますが、まあ、当然ですが、このコンプライアンスもそうですし、顧客に寄り添う姿勢、まあ、これは当たり前なんですが、まあ、意外とですね、この辺は我々のですね、 社で,です、ね、何度も申し上げますが新卒が約8割そしてです、ね、そういった歩合制ではなくて給与制を取っておるという関係で,です、ね、社員新卒社員もです、ね、非常にこうこの会社のです、ね、行っていることに対して非常にこう 前向きにうち、ね、我々の会社に入社しておりますので、そういった部分のです、ね、マインドなんかもです、ね、組織的にです、ね、非常にやりやすくやれているということでございます。でなおです、ね、この教育につきましても、この新卒のです、ね、いや右左がわからない新卒をです、ね、今までずっとこの教育をしてきている、これがです、ね、このコンテンツのデジタル化をしております。 これによってですね、より効率的な教育を実現できているということになっております。え、そして右側の表でございますが、まあこの効率化によってですね、まあ約、えー 累積黒字がです、ね、入社後3年弱という累積黒字化というのを以前お話しさせていただきますがかなり前倒しになってきているという状況でございます後ほどの業績の発表につきましても、ね、生産性が非常に上がっているということもご説明させていただきますがそういった教育体制も非常に効率化ができていると。 なお一番下のです、ね、コンサルタント1名当たりの年間獲得 ANP、年間財保険料でございますが、これもです、ね、2000万円以上と、非常に高い生産性の実現ができております。非常に生産性の高いメンバーが揃っているという意味で、この教育システムが非常に好調であるということございます。 続きまして、コンサルティング品質の向上に向けてでございますが、企、ま、業、あ、あ業界で,で、ね、MDRT と、左に表でございますが、この MDRT の入会率、これは非常に今です、ね、コンサルタントの質、それからです、ね、業績を含めましてです、ね、まあ、優秀な人間がまあそういった MDRT という証拠をもらえるわけでございますが。 この入会のです、ね、率がです、ね、なんと73.8%ということで、まあ、おそらくです、ねまあ、日本一か、まあ、もしかすると世界一ぐらいのです、ね、入会率でございます。そししててののも、も、ね、この IFA 登録者につきましても まあ約3人に1人をすでに登録をさせております、これ、なぜ3人に1人かというと、ある程度のです、ね、レベル感を達したときに、この証券外務員の資格を取らせているというふうなことでございます。でも今後です、ね、すべてにおきまして、ここの,このです、ねまあ、約1年以内にはです、ね、すべての人間がこの IFA 資格を取るという方向で動いております。 続きまして、弊社のデジタルサービスでございますけれども、左のこのブロードトークでございます。これは2019年からです、ね、弊社独自に開発したコンサルティングに特化したシステムでございます。これによってです、ね、コロナの時期もです、ね、問題なく、特にお客様もです、ね、逆に相談件数が増えるという。 いると増えたという状況でですね業績も非常に安定できたということでございます。現在もですね我々もオンライン約8割がオンラインで面談をさせていただいております。でこのオンライン面談におきましても生産性が上がってきているということでこれからがですねまだまだ伸びていくというのはまあ必須であるというふうに思っております。 それからです、ね、このブロードトークにつきまして何がいいかというとです、ね、まず、上司がです、ね、途中でこう何をしゃべってどうしているかということを覗き込むことができます。これによってまずコンプラチェックそしてこれをのぞ、ね、き込むことによってもしコンサルタントがもし困っているということとかやはりこう知識の差はありますのでそういったときにもです、ね、チャット形式で,です、ね、情報を送ることもできます。 それから終わった後のですのこれはですねえと録画もできますのでそういった部分で後々の何が良かったか何が悪かったかという部分のですね教育にも役立っているということで,ですねこれも1つのですね弊社のコンサルタントの成長,要するに成長スピードを上げている1つの要因になっております。 続きまして、右のですねこのマネパス、これもですね弊社独自のですね開発したライフプランニングウェブサービスでございまして、ですねこれはブロードトークとですね非常に相性がよく、ですね以前は保険会社さんのシステムを使わせていただいたんですが、これがですね何がいいかというと、これお客様と共有ができます、お客様も自分自身で入力ができます。 そういうことによって我々とですねお客様が共有しながらブロードトークでお話面談をしながら何がどうすればいいか課題をお互いでこう見つけ合うそしてこのお客様のですね情報は共有できますので今後の LTV で,すねですねこのデータはいつ家を建てたいかどういう生活をしたいか子どもをどう育てたいかすべてのライフプランの目的からですねお客様の情報がかなり 濃い情報がありますので、まあ、こういう情報がたくさんこうどん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 集まってきたらです、ね、そういった場合においては、いろんな今後、サービスにもです、ね、つなげられるんではないかというふうに考えております続きましてです、ね、2023年3月期、第2四半期のです、ね、半期決算概要につきましては、弊社、宇沢の方から説明をさせていただきます。 はい、取締役の宇澤でございますでは私のほうからですね2023年3月期の第2四半期の決算についてですねご説明をさせていただきますはい、まずあのエグゼクティブサマリーということで業績ですね売上高については第2四半期累計で18億2000万ということで前年同期比ですね18.2%の増収ということで着地をしております 営業利益のほうはです、ね、2億6600万ということで、こちらは71.2%の増益ということになっております。詳細、後ほどあのご説明しますけれども、えー、まあ政府ですとかクロスセル、まあ、そういった売り上げがです、ね、基本的に今非常に好調だったということで、売り上げ、各段階利益も好調に推移をしたということでございます。はい,でいて顧客数ですね、顧客数については、新規の獲得顧客が3158世帯法人でございました。 保有顧客数が7万4529世帯法人となっております。先ほどあの伊藤の方からです、ね、少しお話ありましたけれども、この第1半期、第二四半期がです、ね、第,二四,半第一四半期に続いてです、ね、いわゆる生産性指標というです、ね、コンサルティングの品質をです、ね、表す指標が、ね、改善、回復基調にあるということが、一つ大きなトピックスかなと思っております。はい、事業トピックスについては、後ほど伊藤の方からまたご説明させていただきます。 はい、業績サマリーということで,です、ね、売上高から営業利益については、先ほどの1スライド前で,です、ね、あらかたご説明しておりますし、次のスライドで詳細のです、ね、増減分析をしておりますので、そちらに譲りたいと思いますが、1点ですね、まあ、最終利益に影響するところで、海外不動産子会社、アメリカでです、ね、にあったです、ね、海外不動産子会社、2016年に設立して、事業運営をしてきたんですけれども、 まあその子会社をですね、この紙機に閉鎖、また生産をしました。で、当時です、ね、出資した出資金と、この事業運営機関でですね、積み上げてきた利益の内部留保のですね、資金回収を行いまして、この紙機、非常に円安だったということで、為替債権による特別利益を1億1400万計上しております。はい。 では続いて、えー、事業面のです、ね、営業利益の増減要因ということで、えー、ご説明をしたいと思います。えー、スライドの,あの見方としてはです、ね、えー、とウォーターフォールになっておりまして、一番左に前年の第二四半期累計の営業利益1億5500万を置いております。 そこからですね、売上原減価、反感費がまあどのようなあまあ項目、インパクトで、えー、右一番右のですね、党第2四半期の累計2億6600万、1億1100万の増益につながったとかということをですね、お示ししております。はい、まず、売上のですね、要因をご説明したいと思いますけれども、一番左のですね、政府の手数料ということで、えー、前年同期と比べて8900万の増収をしております。 要因については、あの先ほどまで,です、ね、ご説明してきたとおりです。クロステルの部分ではです、ね、3点、あのまあ、要因がありまして、1つ目がです、ね、預かりさの増加によるです、ね、金融商品手数料の増加というところでございます。で2つ目がです、ね、この10月に長期の火災保険のです、ね、改定がありまして、その見直しによる需要の増加というものもありまして、損害保険の手数料も、まあ、この半期、大きく増加したというところでございます。 で3つ目が、子会社である未来でのです、ね、不動産の販売ということで、こちらの原価の方にも計上しておりますけれども、この売上上まも増収に寄与したということでございます。で最後、売上ですね、コールセンターの売上も拡大したということで、まあ、以上の大きく3点で,です、ね、売上原減価がトピックスとしてあったということでございます。 販管費,、ね、費についてはア、えー、ポイント関連費用が、えーまあ、営業利益に対してプラスなので、えー、前年同期と比べると販管、まあえー、費の抑制ということになりますけれども、えー、提携先様ごとにです、ね、生産性というのをきちんと精査をしまして一部提携先からの見込み客を、まあ、調整させていただいたということで、えーまあ、あ営業利益に対してプラスの効果があったということでございます。 またこの間、ですね、当たり前ですけれども、われわれのビジネスの根幹にある人についての投資ということですね、またコールセンターの拡大ということに向けた投資は行ってきていますので、そのあたりの半管費1億2000万が前年同期と比べると増加して、着地として2億6600万の営業利益になっているというところでございます。はい。 続いて、KPI の状況ということで、えー、徐々に、ね、3スライドでご説明をしてきております、1つ目がフィナンシャルパートナー事業の成長性に関する指標ということで、左側、新規の相談受付件数になっております。 こちらはこの第二四半期累計で1万1144件のですね、ご相談の受付があったということで前年同期と比べると減少をしているんですけれども先ほどあの半華日のところでも申し上げたようにですね、効率的な営業活動をよりしていくということで、えー、まあ見込み顧客の獲得をですね、一部、提供をですね、コントロールしたというところがまあ要因でございます。 一方で新規のです、ね、獲得については、ね、3158世帯ということで、まあ、前年同期の水準で推移をしているというところでございます。はい、KPI の2枚目、ですねコンサルティングの品質に関する指標ということで左側、生産性指標になっております。こちら、制約率と一、ね、制約当たりの ANP 年間残保険料単価のです、ね、掛け合わせでお示ししているものになります。 前年がですね22年3月期がこれが16万1000円だったんですが第1四半期は16万6000円まで回復しましてこの第2四半期累計で17万1000円まで,です、ねまあ、大きく回復してきているというところでございます。はい、でこの生産性収入については制約率と一、ね、制約当たりの先ほど申し上げたように単価の掛け算になっているんですがどちらが伸びたかということで言いますとですね結論としてはどちらも伸びたというところでございます。 ANP の単価についてはです、ねえー、まあ先ほど伊藤のところでも話がありました、まあ、教育というのをです、ね、かなりしっかりここ数年か取り組みがです、ね、形になってきていますのでここ数年、えー、基本的に単価は右肩上がりの傾向にございましたで一方であのコロナによってです、ね、オンライン面談がいっぱいになったので、まあ、制約率が若干低下したというところがです、ねまあ、事業運の一つの課題だったんですがこの制約率の上昇というのがです、ね、この上期ですね見られているまあ大きなトピックスかというふうに思っております。 新契約の NP ということで右が、ね、全体のボリュームについてはプラス12.9%、18億9400万ですね、獲得できているという状況でございます。はい、最後ですね、KPI のスライドの最後ですけれども、住宅ローンについてもですね、前年同期と比べて26億400万ですね、新規の融資実行が増加しているということと。 金融商品資産の金融商品のですね預かり資産残高についてですねえまああの10月に入って200億到達したんですが9月末でも192億ということでえまあ着実にマストックが伸びてきているという状況でございますはい最後私の方からですねえ通期の業績予想ということでえご説明をさせていただきたいと思いますが。 この第2四半期のです、ね、決算を開示した11月11日にです、ね、あの合わせて開示をさせていただいていますけれども、情報修正ということで,です、ね、開示をしておりますので、従来のです、ね、気象予想との、まあ、あからの変化というところでご説明をしたいと思います。 まずですね、売上についてはです、ね、42億5500万ということで、気象予想と比べて5.0%の増収ということ、まあ、増収というか、ですね、増加ということになっておりますで。大きく要因は2つありまして、1つはですね、まあ、本業であるコンサルティング事業が好調ということに尽きるかと思います。 売上げの増減要因の、ね、分析のところでも申し上げましたが、まあ、政府、損保、まあ、住宅ローン、金融商品、不動産、まあ、こういったです、ね、ワンストップでさまざ、あ、まな金融商品をご提供できるというところのです、ねまあ、強みが生きているです、ね、今、事業環境かなというふうに思っておりまして、下記についてもです、ね、この流れはトレンドとして継続するというふうに見込んでおります。で売上げの2点目、ですねコールセンターの売上げの増加というのがです、ね、記者よりもです、ね、伸びそうだというのが2点目でございます。 こちらについてはクレディ・セゾンさんとの,です、ね、あの資本業務提携の、まあ、テーマの1つにもなっておりますけれども、まあ、セゾンさん限らずです、ね、今、協業関係にある提携先様からもです、ね、あのコールセンターの拡大をです、ね、受けたまっておりまして、このあたりがです、ね、まあ、あと下期もそうですし、来期以降もです、ね、売上に対してポジティブに働いてくるかなというふうにあの見ております。 販売品についてはです、ね、もう2点ございまして1点目があの売上のの 2, 2つ目のです、ね、ちょっと裏返しになりますけれどもコールセンターの規模拡大に向けた投資というところでございます。 はい、今、あの福岡にもです、ね、コールセンターがあるんですが、そこをです、ね、今期中に拡張した形で移転をするということを計画してますので、そこにかかる移転費用ですとか、えー、まあ新たに野党、ですね,、えー、まあ野党ですねオペレーターさんの人件費、そういった関連を増加するということで見込んでおります。でえー、っと繁華費の2点目はです、ね、システム関連の投資をより積極的に前倒してやっていきたいというふうに考えております。 来期です、ね、新卒の採用もです、ね、当初の目標だった30人ということがきちっと見えておりますので前倒しできるです、ね、システム関連の投資については今期中に前倒しして実行していくと引き続きです、ね、規律ある事業運営を行うことで,です、ね、この営業利益以下の段階利益を達成していきたいというふうに考えております。 はい、で最後、あのば番下に記載しておりますけれども、期末の,あの配当、まあ、配当ですね、については、えー、まああの今回開示している修正予想についてもです、ね、まあ、あの今の事業環境を鑑みると、十分あの達成可能な範囲かなというふうに考えておりますので、えー、期末に向けて、業績の進捗を見ながら、配当については改めてですね検討をいたしたいというふうに考えております。はい、ということで、私の方からは以上です。うん 続きまして業績トピックスでございます。当社が仲介する金融商品の預かり資産残高、まあ、先ほど、宇佐の方からも説明がありましたがです、ね、200億円を達成ということでございます。 当社がで仲介する金融商品、預かりさんざんだが、ね、非常に好調に急速に伸びてきております。でなおです、ね、例えば保険代理店を,です、ね、を基準にいたしますと、金融商品仲介事業者としてはです、ね、弊社はです、ね、トップクラスの水準に来ているということでございます。 続きましてです、ね、当社が仲介する金融商品預かりんの中で200円達成なんですが左の表でございますが相談内容の,です、ね、この推移なんですがやはりです、ね、2019年からここを見ていきますとです、ね、かなりの割合で,です、ね、やはりそういった意識が高まってきているということでこの資産形成、投資についてのご相談が増えているというのがよくわかります。 そしてこの右側の表でございますが、先ほどもです、ね、他の代理店さんに比べますとかなりの割合で,です、ね、この、ね、IFA のです、ね、人数が増えている状況でございます。現在3人に1人でございますが先ほど申し上げたとおり3人というよりか要するに100%にしていくというふうに考えております。 続きまして、この左側の表でございますが当社はです、ね、短期的な収益、ね、だけを考えるのではなくてです、ね、例えば色々、いろいろさっき問題になります回転売買いとかございますが、まあ、そういったことではなくてです、ね、お客様のです、ね、フェナンシャル、まあ、先ほどの目標 そういった部分のゴールに達するに向けて、ライフプランをベースにした長期的視点で,です、ね、金融商品を提案しております。いわよる左の表を見ていただくとです、ね、投資信託が40、まあ、約半分ですね、それから残り42.2%、これにつきましても債券、ね、という形で,です、ね、老後資産形成に向けた積み立い投資およびミドルリスク商品である債券が中心でございます。 当社ではです、ね、仕組みサイトのです、ね、販売実績は一切ございません。そして右側でございますが、投資信託タにおける運用損益顧客比率でございますが、当社がです、ね、仲介した顧客の約9割近くがです、ね、プラスの運用益ということでございます。これが非常にこうお客さんからの信用を得られているということでございます。 続きまして、ですね次のトピックスでございますが、弊社はですねこの金融教育をテーマにした新サービスの,新サービスの提供を開始しております。まあ、昨今、あの岸田総理も申し上げたとおり、まあ、私どももですねそもそも日本人の金融リテラシーを上げようというのが、一つの我々の思いがこの会社の存在意義でございまして、ですね、まあ、これを目指しております。そ、まあ、そういった中、まあ、そういいっったた中、ね、人生100年時代 この辺の部分のです、ね、金融知識を持つことによって、ですね、まあ、お客様がです、ね、将来にわたって安心して生活できると、まあまあ、今となってはもう自助努力ということが非常に急務でございますし、それには知識が必要だということでございます。でそんな中でですね、えー 大きくですね個人向けと要するに一般のまあ個人の方とそれからプロのですね金融機関金融サービス事業者向けにですね対して二つのことを考えておりますで個人につきましてはですね国民の金融リテラシー向上を目的に資産形成に関する金融経済教教育のですね機会提供に向けた取り組みを推進していくと。 これがです、ね、右にあります、弊社のです、ね、今、サービスとしています、このブロッコリーというのがございます。そして下の金、まあ、プロ向けですね、これはです、ね、保険会社向けのです、ね、総合的な監督不援のです、ね、改定により、公益的,公的保険をです、ね、保管するです、ね、民間保険のです、ね、に対してですね、 きちっとです、ね、公的保険制度に関する適切な理解を確保するための十分な教育が必要であると。 まあ要するに今まで生命保険というのは結構まあ昔ながら例えば GNP と言いまして義理人情プレゼントというものもありましたそういった部分で,ですねきちっとですね保険販売最近やはりその保険販売につきましてもいろいろ新聞でもいろいろ事件だとかそういった問題も起きておりますそういった部分でこの辺をきちっと何のために入るのかということも含めて公的保険制度をきちっと、まあ プロ,のプロも理解し、そしてそれをお客様に伝えるということが非常に大事になってくるということでございます。そういった部分もです、ね、教育も含めて、まあ、先ほど新卒につきましてもきちっとこの辺を徹底的に私ども,も2011年からやっておりますのでこのへ我ものですノウハウを生かしてやっていきたいなというふうに思っております。 これはですね、このブロッコリーですね、先ほど申し上げました弊社のですね、教育サービスのブロッコリー、これを要するに企業に対して福利厚構成ですね、こういった形をで,です、ね、やっていくというふうに思っております。これはですね、ファイナンシャルウェルビーイングと左の表でございますが、まあ、要するにあのウェルビーングというのは要するに、まあ、 健康ということでありまして、えーまあ、保健体育でも習いましたが、要するに身体的、精神的、今社会的に健康ということでございます。まあ、その中でもです、ね、フィナンシャルウェルビーイングという意味ではです、ね、お金の心配がないと、例えば働く上にお金の心配がある人ない人、そういった不安がある人ない人によっては、やはりそのです、ね、仕事に対しての効率も違うということでございまして、イギリスなんかではです、ね、積極的にこのですね、 この部分をしっっかりです、ね、やっていそういった部分で、そういった社員さんのです、ね、企業の社員さんに対して、そういったです、ね、弊社の,です、ね、その動画コンテンツの提供を軸に、すね我々の方でフィナンシャルコーチが伴走しながら、知識の定着、金融行動に関する適切な習慣形成を支援する学習サービス、これをやっていきます。 続きまして、まあ、このサービスにつきましても、まあ、一つの背景といいますかです、ね、このコンサルタントの教育育成、営業組織内でのオンライン相談対応の浸透、安定的な無料客の獲得と、こういったです、ね、保険代理店さんなんかはです、ね、こういった課題も非常に多くです、ね、特にこのコロナ禍を機、ね、にです、ね、顕在化しているということで、この辺の部分の教育体制、教育サービスをやっていこうと。 いうふうふに考えておりますで弊社の中ではです、ね、そういったです、ね、先ほどの公的保険制度これについてのもう教育のサービスそれから、えーまあ、弊社は2019年から弊社が独自システムを使ったオンラインでの商談これはもうすでにです、ね、我々も,も,うもう実績としてできておりますのでこの辺を使ったサービス。 それから対面を前提としたサービス提供ではなくアポ,イントアポイント獲得が進まない、要するにこれはあのコロナの時にですに、ね、対面はもう非常にもう人と会えませんのでそういったことも考えて今後は,やはりオンラインも意識していかなきゃいけないということでオンラインを使った要するにコンサルティングの教育をとそれから我々としての見込み客の獲得安定的な見込み客も提供していくということを考えております。 もう一つです、ね、この背景につきまして、まあ、何度か申し上げたとおりです、ね、わ、ま、れ、あ、我々のです、ね、一つの強みはです、ね、新卒採用に対して、体系的な教育プログラムを提供して、早期戦略化ができているということでございます。そしてオンライン面談のです、ね、こういった、ね、ノウハウ、それから、ブロードトーク、マネパスを使ったーこのツールがあります。 弊社のです、ね、新規相談の約8割はオンラインでやっておりますので、この実績があるということでございます。それから、この安定的な見込み客の獲得につきましても、自社航路センターを活用し、保有リストに対し、性保募集人資格を有するオペレーター、これ、非常に優秀なオペレーター、我々の方でも教育しておりますので、他のオペレーターと違って非常に優秀でございます。そういった部分で、ニード喚起することによって案件が、案件ができていると。 アポイントの外部提供も実際には、すでにもう実施をさせていただいているということでございます。なお、ですね今お話しした通り、このコンサルタントの教育育成、左がですね、それから真ん中のオンライン相談対応の浸透、それから安定的な見込み客獲得と、要するにこの3つをですね組み合わせて保険会社および保険代理店への導入をすでに開始しております。 ですで、ね、に保険会社さんも導入の会社が1社ございます、それから大型保険代理店さんにも導入が1社完了しております。これをです、ね、さらに、ね、広めていくということでございます。でこの組み合わせです、ね、すべてをセットするのか左、左と右の組み合わせなのか、これはあの会社さんによってです、ね、この組み合わせを対応していきたいというふうに思っております。 そういった部分で,です、ね、この左の2つの組み合わせなんかはです、ね、まあ、営業教育の DX を,を支援しているということでございます。まあ、事業者のニーズに合わせて、えー、本当に組み合わせていければいいかなというふうに思っております。われわれのこの質も含めて、先ほど申し上げたとおりです、ね、年間 ANP1 人の平均がです、ね、2000万円ということでございまして、質も非常に高いコンサルタントを教育している実績があると。 いうことでございまして、こういったサービスをすでに開始しているということでございます。ええー、駆け足でございましたが、私の方からは以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、これより質疑応答の時間といたします。それでは、質問を読みいたします。二十四年三月期の売上高営業利益は、二十三年三月期と比べて、どうなる見通しなのか、教えてください。 そのご質問です。お願いいたします。はい、ウザでございます。ご質問いただきましてありがとうございます。24年3月期の売上営業利益の見通しということでございますけれども、まず売上についてはですね、まあ今回情報修正させてお出させていただいております通り、事業環境は非常に良好というふうに判断しておりまして。 まあ来年もです、ね、来期もです、ね、その傾向は恐らく継続するというふうに見込んでおります、まあ、外部の,です、ね、あの要因としても、まあ、なんかこう、急激にです、ね、ネガティブに発生するようなものは想定、あまりされないかなと思ってますし、内部についてもです、ね、まあ、先ほど生産性指標なんかのお話もしましたけれども、きちんと新卒が採用できてきていると。 さらに来期は30人の採用が決まっているということでございまして、売上についてはさらなる増収が見えるのかなというふうに思っております。はい、で営業利益についてはです、ね、えーまあ、あの中期経営計画ですね、今年の5月に開示したものの中で、えーまあ、25年3月期に営業利益が7.5億ということを目指すということを開示をさせていただいております。 でえーまあ、実際にはです、ね、あの開示をした際には、えー、来期ですね、24年3月期は、まあ、新卒を大きく採用していくですとか、まあ、投資をしていくということで、営業利益の伸びがそこまで,です、ねまあ、あの期待できないかなと思っていたんですが、まあ、現状をです、ね、あの見てみると、営業利益についてもです、ね、えーまあ、一定です、ね、新卒の育成のスピードが早まっているとか、今期、ですね,、えーまあ、ですねそういった投資を前倒しで先行して行っていくとか。 えまあクルディー・セイさんとの商業務提携もまあ一つの,あのバネになると思ってますので、営業利益についてもですねえまあ伸ばしていけるかなと考えております。当然、24年3月期については、ああ精査はあのこれからになりますし、23年3月期との見通しの比較というところでいくと、23年3月期のですね着地次第ということはございますけれども、基本的に売上営業利益ともにですねえ引き続き2桁の増収増益というのをですねえまあ目指してやっていきたいなというふうに考えております。 以上でございます。ありがとうございました。次の質問をお読みいたします。成約時の支払いなど、償客も停止、支払う手数料の仕組みについて教えてください。とのご質問です。お願いいたします。はい。ええー、と、これにつきましては2つございまして、1つはそのレベニューシェアということで。 提携先も代理店をやられておりますので例えば、その売上に対してそれを保険会社の方でシェアして支払うという仕組みとそれからもう一つは顧客に対してです、ね、送客が来た段階で1件あたり例えば1万円とか2万円とかそういうものをお支払いしてあとは我々の制約率,に制約率こちらは100%収益と上がると。 この2点の仕組みがございます以上でございますありがとうございます次の質問をお読みいたします単価上昇は一括払い保険人気が要因で一過性の単価上昇ということはないでしょうか社員の品質向上による単価上昇はどれくらいと算定していますかとのご質問ですお願いいたしますはい、えー、ご質問いただきましてありがとうございます えと単価の上昇についてということでご質問をいただいております。えー、と先ほどちょっと私が、ね、KPI のラ代のところでご説明したあの内容をちょっと繰り返しさせていただきますけれども、単価についてはここ数年です、ね、継続して上昇しております。 まあちょっと一過性という期間がどれくらいかというのはあのご質問いただいた方のちょっと時間軸の,です、ね、あの違いはあるのかもしれませんけれどもここ34年ですね、えー、まあ年平均で3%から4%ぐらいですね毎年単価の方は上昇しておりますのであまりこう一過性のものというふうにわれわれは捉えておりません、はい、で一方であの今,今です、ねえー、っと会の KPI でご説明した 上がったのは単価ともう一つのの制約率の方がですねあの上昇しておりますで。制約率の方はですね、えー、まあ,あの我々は地高指数というふうに捉えてまして、えー、比較的こう長い期間をまずあの算定期間にしているとでかつですねあのまあ、えー、明らかにこう二十年3月期から21年3月期 にこの生産接種が下がったのは、もう制約率の理由、原因でございまして、これはもうオンライン面談になったからということでございます。そうすると、オンライン面談が今、8割の中で、どのようにこの制約率を上げていくかということを、ですねこの2年、取り組んできまして、これが成果が出始めているということですね。本当にオンライン面談の本当に細かな、いろんな工夫ですとか、面談の構成ですとか。 えまあ細かな部分をいろいろチューニングをしながらですね、えー、この改善に今営業部門がですねずっと努めてきておりますので、えー、こちらについてもですねあの一過性というよりはあのこの2年間ですね取り組んできたことのまあ結果が現れ始めてるのかなというふうに考えております。はい、以上ご回答を差し上げます。ありがとうございます。次の質問を読みいたします。コンサルタントが優秀とのコメントがありました。 社長が考える優秀なコンサルタントの条件とは何でしょうかとのご質問です。お願いいたします。はい、えー、ご質問にお答えしたいと思います。えっ、ー、と、そうですまあ、どういう言い方をするのが一番わかりやすいかというふうに今考えておりますが、まず一つそのまあ指標としてはその MDRT の入会率とほぼ約三入社三年後ぐらいで。 ほぼ MDRT に入る新卒がですね3年ぐらいで大体,大体ほぼすべてが MDRT に入るという状況ではありますそしてその優秀というのは、まあ、どまあいろんな角度があると思うんですが例えば先ほどの社会保険制度につきましても ですね、きちっとそのお客様に対してそのなぜその保険が必要なのか、要するに生命保険ってその社会保障制度で,です、ね、この部分で足りない部分をある意味やるという部分でございますのでその辺の知識をですべ、ね、て持っております、非常に詳しく持っております、その辺をきちっと説明できているという部分もそうですし、まあ、例えば話し方もです、ね、金融用語をなるべく使わずにです、ね、分かりやすく話すトレーニングとか。 そういっったこともやっております。まあ、そういう部分でそのお客様が話をよくキというのは結構専門用語を使いましてですね、その専門用語をあまり使いすぎるとお客様が置いてきぼりになってしまって、まあ、途中で「まあもういいや」というふうになってしまうんですがその辺の部分もです、ね、きちっとこう分かりやすくお客様にとってです、ね、理解しやすい形で話を組み立てさせているという部分でお客様にとっても非常に分かりやすかったと。 非常に理解できたという意味で、えー、決断も非常にスムーズにできているという部分で、えーまあ、ございまして、まあ、そういったところも含めてですね、えーまあ、あとは解約率ですね弊社契約率も非常に低い。えー もう九十八パーセント以上ですね、えー、継続しておりますので。そういった部分の解約率も、まあ、そういった少ない人間が優秀なコンサルタントのかなと。いうふうに、今パッと思い浮かぶ部分。なのが、こんな答えでございます。以上です。すみません。ありがとうございます。それでは、次の質問を読みいたします。F. P. 人材の採用と育成が、記者の成長には重要ですが。 今の離職率を教えていただけますでしょうかまた離職防止のためのインセンティブなどを変えていらっしゃったりするのでしょうかお願いいたしますはいお答えいたします弊社のですね新卒の離職率は3年で約10%程度でございます非常に離職率はまあ業界関係なくですね非常に低い状況でございますこれあのやはりその 部合性というよりかはこれ皆さん、社員さんがですね何のためにこの会社に入ったかという部分、それから最近、やはり働き方とかいろいろ考える方も多いです、それからやりがい、人の役に立ちたいという気持ちが多いわけでございまして、そういった部分でその弊社はその保険だけではなくていろんなもの,の商材が扱えているということに対して非常に使命感を持っている社員さんが多いです。それから研修もですね 定期的にやっております成長をさせる成長感を感じさせる研修もやっておりますしそれから新しいです、ね、部署に移動する例えばマーケティング部だとか経営企画も含めていろんな部署に移動して経験をする仕組みも取っておりますそういった部分で,です、ね、今の,その新卒の方というのはずっとその保険販売をずっとしていくという考えはあんまりなくです、ね、そういった部分で、まあ、当然ながらです、ね、いろんな商材を受けながら 自分は成長していく時には経営企画に行ってみたりとか人事に行ってみたりとかそういったです、ね、我々の社内でのです、ね、そういった制度もございますのでそういった部分で離職率が低いのかなというふうに思っておりますので特に大きなですねその なんですか振り込みとか、賠償のようなでで、ね、大きなインセンティブというものはあ大きなものはなくて、んて言ううでしょうかねよく、あのー、年収が離職、逆に離職して他の代理店に行ってしまうんじゃないかなという質問もあるんですが、えー、この辺はですは、ね、そこそこもらえていればやりがいのある仕事をやりたいという人材が多いということと。えーと まあそれからです、ね、あともう一つ、えーと、そこそこやれてるっていうことと、あとはです、ね、この今の弊社の環境、環境です見込み客作らなくていいわけですから、コンサルティングに集中しているメンバーばかりでございます。 歩合制の世界に行きますと要するに見込み客作りをしなきゃいけないという部分でやはりトータル的なメリットそれからいろんなことを考えた上えで弊社にいる方がいいという判断をする人が非常に多いと。彼らもやはり えー、自分で見込み客を作って、えー、病気したら収入が入らない、えー、ずっとそのハードな動きをずっとやっていくという気持ちにはならないようなので、まあ、弊社はそういう意味で、いろいろこうおメンバーもです、ね、やりがいと、それからあそういったデメリットを考えると、離職しない方がいいという考えが多いというふうに思いまますす以上でございますありがとうございました。 それでは、えー、お時間となりましたので、これをもちまして質疑応答の時間を終了いたします。最後に伊藤社長よりご挨拶がございます。伊藤社長お願いいたします。はい、本日はですね、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。えー、今日の説明でですね、まあ私といたしましては、会社も業績も非常にいいです、えー。そしてコンサルタントのですね、生産性も非常に高いです。 まあ単純に今、コンサルタントは167名体制でございます。まあ、簡単にこれ、ですねどんどん,どんどん積極的に、この部分はです、ね、新卒、まあ、来年30名、まあ、入りますけれども、このペース、をどんどん上げていきたいというふうに思っております。まあ、そういった部分で、まあ、例えばですね167がこれが近い将来、まあ、300、400、500というふうな形になっていけば、ですねそれなりの大きな形、大きな 組織になっていくと思いますし、生産性も高いので、それなりの売上げも含めて利益も含めて上がってくるという会社でございます。えー、ぜひともですね、えー、なかなかですね株価も上がらない状況でございますが、あ弊社のですね将来をですね、えー、いろいろちょっと想像していただいてですね、ぜひともご協力していただければなというふうに思っております。本日はありがとうございました。